んた、オルネラさんのブレードだったお人かね。オルネラ、いや、俺は。そうじゃろ、ほら、この絵群の。この絵、懐かしいの。あの時はしゃ、まだこんくらいの子供でのその条件を背負った姿、憧れたもんじゃ。あんたたちが来てくれなかったら今頃この村、あ、そうじゃ、あんたたちが暮らしてた家、村外れに残っとるんじゃよ。いえ、裏手見てくるね。ああ、知りたかったのに。俺は俺だ。いつだって変わりはない。ラウラ、どうした、大丈夫か。胸に刺さった。ズッキューって。胸、今のセリフすっごくいい。は？ねえ、気づいてないでしょ。あなた時折ものすっごく胸に刺さる言い方するの。俺が？天性の女たらしね、あなた。いや、俺は単に。絶対、以前もきっとそう。ラウラ、一体何を？幸せそう、いい笑顔だね。この人でしょ、オルネラさんって。ああ、多分そうだと思う。あなたの隣でこんな笑顔で笑っていられるんだもの。そうだよ、絶対。ラウラ、そうだ、撮ろう、写真。写真、私たちも。ちょっと、なんで部外者まで割り込んでくるのよ。私は信徒。いいじゃないか、五越同宗一蓮托生、袖振り合うもんなんとやらでさ。それあまりいい例えではないぞ。抜けがけなんてダメですからね。新鮮だな、こういうの。陛下、戯れもほどほどになさいませんと。いいじゃない、これも経験よ、わだつ。もう、なんなのよ、この人たち。それじゃ取りますよ。皆さん、笑って笑って。はい、
いつからアデルと？3年くらいかな。光とは1年くらい。村が洪水で流されちゃってね。助けてもらったんだ、アデル様に。そう、戦争じゃないんだ。同じだよ。物資が足りないとかで山を丸裸にして、それで洪水が起こって。姉ちゃん、ん？母さん探してたんだろ？やっぱ戦争で生き別れたとか？だったらよかったんだけどね。ん？分けありだったんだ、うち。分けありって？ん？ああ、そっか。母さん雇われだったんだけどね。私は10歳まで駒使いしていて、そんな時にシンと出会ったの。10歳でドライバー？うん。人情沙汰になっちゃって、逃げるように家を飛び出して、気がついたら17年。27には見えないな。20歳くらいかと思ってた。こいつ嬉しいこと言ってくれるじゃない。じゃあ俺やサタと同じだな。そうね、今はそんな子たちだらけだから、一緒にいてあげたいなって。私のそばにシンがいてくれたように、たとえ本当の家族でなくてもね。サタヒコ、あら、ノーリアクション？それ結構落ち込むんだけど。大丈夫だよ、こいつ喜んでるよ。すごい、わかるの？まあね。そっか、よし、元気が湧いてきたぞ。一日も早く平和な世界にして、みんなで暮らそう。おう。輪に入ればいいのに。私が？天の聖杯だからって無理する必要はない。私は別に無理なんか。自然なままの君でいればいいと思うよ、僕は。あの子たち、やっぱり連れてくのかな。心配なのか。うん。今の世はどこにいたって戦いがすぐそばにある。普通の戦いなら私たちで守れるけど。あ、どこに行く？ちょっとアデルのとこ。こんな時間にか。気持ちを聞くだけ。固まってるなら私もそれに従うだけだから。あんた、いつからそこに。なんで人のベッドで寝てるのよ。何言ってんだ。兵隊、けだもの。俺のベッドだ。お前のベッドはそっちだが。いつもいつもみんなに迷惑ばっかりかけやがって、このダサいボー。ちょっと待て、落ち着け二人とも。うぇいって、もういい加減にと。そりゃ騒がしいな。何をやっている？今は行かない方が良さそうね。明日にしよう。明日に。おはよう。ああ、おはよう。怪我？大丈夫？これなら大丈夫。
災難だったね。ああ、本当にとばっちりだよ。以前、もし自分のような子供に出会ったら力になりたいって言われてね、ついてくるなとは言えなかった。そう、あの子たちなりに考えてるんだね、この世界での自分たちの居場所を。あの年で大したもんだよ。なら私たち大人が守ってやらないとね。ああ、責任重大だな。